Peggy 18. お前、誰かの隠し子とか？隠し子？ダイアナあたりの。冗談言ってる場合ですか？取れないのか？そのヘルメットみたいなやつ。気味が悪くて近寄りたくないんだよ。一体どっから潜り込んできやがったんだ。そんなことより、こっから出る方法を探そうぜ。無理だ。ここは監禁室だぞ。この鉄格子は外からしか。それじゃあ犯人に頼むしかないわね。犯人ならここにいるじゃないか。このガキが俺たちよ。だったらこの腕輪もそいつが。僕は犯人じゃない。喋ったぞこいつ。運命とは理不尽なものだ。そうは思わんかね。世界を滅ぼすこともある。世界を滅ぼす？わけわかんねえこと言ってんじゃねえよ。誰なのよあなた。私の正体はいずれわかるだろう。なんでこんなことを。一つゲームに付き合ってもらいたくてね。ゲーム？君たちと私と人類の存亡をかけたゲーム。ふざけるな。では早速だが始めよう。今私の足元にはコインがある。片面が赤、もう片方の面が青に塗られたコインだ。どちらの面を向いているか推測して当てたまえ。ただし答えられるのは一度きり。当たったら何かくれるのか。自由をやろう。君たち全員を解放すると約束する。外れたら君たちの負けだ。少なくとも6人の命が尽きるまでゲームを続ける。なんだと。青で行こう。赤よ。そう、赤だ。赤に決まってる。確率は1/2。どちらを選んでも同じだが。だったら多数決で。待ってください。みんなどうかしてますよ。茜の言う通りだ。こいつの言うことに従うつもりか。カルロス、君はどう思うかね。君はここにいる者たちのリーダーだ。君の決断をもって被験者全員の総意とみなそう。何言ってんだ。私はカルロスさんにお任せします。カルロス、赤よ。青だな。どうするんだカルロス。俺はダメです。答えてはならん。さあ選ぶのだカルロス。君は一匹のカタツムリ。
世界の命運は君の決断にかかっている。青だ。もうだから赤だって言ったのに。カルロス、てめえ外しやがったな。カルロスさん、一体どういうつもりだ。ちょっと待ってください。責めるべきなのはカルロスさんじゃないでしょ。ああ、このゲームを仕掛けてきたのは。で、どうするつもり。言ったはずだ、走れたらゲームを続けると。6人の命が尽きるまでか。少なくとも6人、犠牲者はそれより増えるかもしれん。だったらとっとと始めようぜ。その前に君たちには眠ってもらわなければならない。眠る？次に目覚めた時、君たちはここで起きた出来事を全て忘れているだろう。忘れるってどうして。今説明しても意味がない。間もなくその記憶は失われてしまうのだから。では良い夢を。一体どういうつもりだ。お前が俺たちをこんなところに。違う、僕じゃない。だったらそのふざけた被り物は何なんだよ。エリック、もういいじゃない。子供相手に何ムキになってんのよ。見ろ。何でしょうこれ。やめとけダイアナ、無理に外そうとしない方がいい。どうしてですか。ファイは知ってるんだよ、多分見覚えがあるんだろう。バングル。1年前の事件ではそう呼ばれてただよな、アカネ。ジュンペイ君、おはよう。気分はどうかな。誰だこいつ。私はゼロ、2番目のゼロだ。2番目。まず最初に断っておく、この映像は録画だ。したがって君たちの問いに答えることはできない。さて、一つ古い話をしよう。今から17年前、ある雨の朝、一人の女性が広い公園をジョギングしていた。いつもの三叉路に差し掛かった時、普段なら右のルートを走るところが、その日に限ってなぜか彼女は左のコースを選んだ。そこで彼女は毎朝顔を合わせる老人に出会った。老人は不思議に思い、彼女に尋ねた。
どうして今日はこっちの道を？すると彼女はこう答えた。カタツムリがいたから。それから数時間後、彼女は遺体となって発見された。殺されたのだ。左のコースのほど近く、公園内の茂みの中で。運命とはかくも理不尽なものだ。そうは思わんかね。何言ってんだこいつ。君たちも同じ。理不尽な運命の流れに乗ってここへと運ばれてきた。深さ50メートルの地下にある核シェルターにね。シェルターだと？シェルターは見ての通り3つの区画に分かれている。まずカルロス、アカネ、純平、君たちがいるのは C 区画だ。今後君たちのことを C チームと呼ぶ。リーダーはカルロスに任せよう。次に Q、ミラ、エリック、君たちがいるのは Q 区画だ。君たちは Q チーム。その名の通りリーダーは Q ということになる。おい、ちょっと待ってよ。冗談でしょ。最後にダイアナ、ファイ、シグマ、君たちがいるのは D 区画と呼ばれるエリアだ。リーダーはダイアナ。君に D チームのメンバーをまとめてもらう。君たちはそれぞれ自分がいる区画の範囲内であればどこへでも自由に移動できる。ただし制限時間がある。90分間の活動を終えるとバングル内の注射器が作動し、麻酔薬および記憶消去薬が投与される仕組みになっている。記憶消去薬。これにより君たちは深い眠りにつくと同時に、それまでに起こった90分間の出来事を全て忘れることになる。そんな。バングルにはもう一つ機能がある。時計だ。両側についたボタンを同時に押すと現在時刻が表示される。12時10分。今日は12月31日大晦日。あと半日で年が明ける。だが無事に2029年を迎えられるのは君たちの中でもごくわずかだろう。扉を見たまえ。 X と記された扉だ。この扉、 X ドアの先はエレベーターホールになっている。そこでエレベーターに乗り込み、地上に登る以外に外へと出る手段はない。扉の開き方は簡単だ。脇にある制御装置にパスワード X パスを入力すればいい。ただし必要な X パスは6つ。誰か一人が死亡するごとにそれを一つずつ発表していく。つまり君たちのうち6人が死ねば、生き残った者たちは6つのパスを手に入れ X ドアを解放できるというわけだ。ふざけた真似を。なお、X ドアが開いている時間は30秒間だけなので注意してもらいたい。30秒経つと、扉は自動的に閉鎖され、二度と開くことはない。ところで、君たちのうち何人かは、今の話を聞いてこう思ったはずだ。どうすれば6人を殺せるのかと。まさかそんな人。そこで一つチャンスをやろう。これから多数決によって処刑するチームを決める。なんだって。部屋の隅に1台の PC があるのが見えるだろう。そのモニターに君たちの敵となる2つのチーム名が表示されている。それらのうち殺したいほどチームを選べ。票は
各チームにつき1票ずつ。投票は必ずリーダーが行うこと。締め切り時刻は13時30分。それまでに票を投じなかった場合、ペナルティとしてそのチーム自身に2票を加える。票を2票以上集めたチームが敗者だ。そのチームのメンバー全員を処刑する。では始めよう。運命のゲーム、ディシジョンゲームを。これは君たちと私と人類の存亡をかけたゲームだ。この部屋で最後か。はい、行けるところは全部。ゼロの言った通りだったな。 X ドアを開かない限り外へは出られそうもない。投票の締め切りまであと50分か。まさかするつもりですか、投票。しないわけにはいかないだろう。棄権したら俺たち C チームに2票入って自動的に処刑だ。でもなあ、これも実験の一環とは考えられないかな。 D コムでの心理実験だよ。ないな。どうして？あのマスクの男はゼロと名乗った。動機も目的もわからないが、奴は本気だ。本当にどこか一チームを皆殺しにするっていうのか。ああ。だけどどうやって？このバングル中に麻酔薬が仕込まれてるって言ってただろう。眠ってる間にズドン、もしくはザクグサ、やり方なんていろいろある。別のチームと連絡を取る手段があればいいんですけど。連絡なんか取ってどうすんだよ。お願いだから C チームには投票しないでって頼むつもりか？いえ、そうじゃなくて、票をばらけさせればいいんじゃないかと。ばらけさせる？だってゼロは言ってたでしょ、票を2票以上集めたチームが敗者だって。なるほど。例えば C チームが D チームに、 D チームが Q チーム、 Q チームが C チームに投票すれば全チームの得票数は1票ずつになるから。引き分けでどのチームも処刑されずに済むの？問題はどうやってこのことを伝えるかだが。おい、見ろ、エリック、ダイアナ、ファイさん、シグマさん、聞こえませんか？ダメっぽいな。くそ。アカネ、携帯形成場を返して呼びかけてみたらどうだ？なんだよ、携帯形成場って。ザ・ゲームエンド、ウェア・アイ・トリートテ、どういう意味でしょう？私が二人をトリートする場所でゲームを終わらせろ。トリートをどう解釈するかは難しいところだ。トリック・オア・トリートのトリートなら褒美をあげるとかおごるとかご馳走するって意味になるが、
トリートメントのトリートなら、治療するとか手当てするって意味になりますね。どっちにしろ何のことやらさっぱりだな。おい、それよりこいつの方が気にならないか。箱？何か入っているんでしょうか。開けたら白い煙がもくもくっと。玉手箱か。知ってんのかよカルロス。浦島太郎だろ、日本の昔話の。確か時間を飛び越える話だったよな。フォースクイットボックスって書いてありますね。強制終了箱？キーボードもついてるな。パスワードか何かを入力するのかも。そいつを入力したら何かが終わる？何かってなんだよ。ゼロが仕掛けてきたゲームとか。待て待て、ゼロがそんなもん置いとくと思うか？っていうか箱である必要がないよな。やっぱりダメですね。適当に押したところでどうにかなるってもんじゃないだろう。で、どうするよ。どうするも何も。投票さっさと済ませちまった方がいいんじゃねえか。純平君。大丈夫、まだ時間はある。頼むぜ、リーダーはあんたなんだからよ。それにしてもなんでこんなことに。二人とも何か心当たりは？ゼロは一体何者なんだ。正確に言うと2番目のゼロだけどな。だとすると1番目がいるってことになるな。ああ、いるよ。知ってるのか。まあな、さっき言っただろ、これとよく似た腕はバングルをはめられたことがあるって。1年前のことだ。俺と茜はある場所に閉じ込められてな。その時の犯人がゼロって名前だったんだよ。でも今回のこととは何も関係がないと思います。関係ないわけないだろ。とにかく信じてください。だとさ、ゼロの目的は何だ。ゲームをさせることだろう。ディシジョンゲームってやつを。人類の存亡をかけたゲームか。やっぱりそうなんだ。アカネ、何か知ってるのか。多分このゲームに負けたら死ぬことになるんだと思います。60億の人類が。それじゃあまさかディコムでシグマが言ってたことは。このままでは60億の人類が死ぬことになる。本当なんです、シグマさんの話。レブリーシンドロームって聞いたことありませんか。原因不明の特殊な疾患。脳にも神経系統にも異常はないのに、あらゆる刺激に対して反応を示さなくなってしまう不思議な病気。その症状を持った患者が世界の各地で次々と現れてるみたいなんです。なあ、ちょっと待ってくれ。その病気とさっきの話なんか関係があるのか。純平くんならわかるんじゃないですか。え？危機ですよ今。人類には未曾有の危機が訪れようとしています。そのことを察知して患者たちは。レブリーシンドローム。知ってんのかよカルロス。ああ、まあな。倉敷茜、天明寺純平、二人は日本人なんだよな。うん。二人とも小さい頃は日本に住んでたんだろう。しかも小学校まで同じだった。いわゆる幼馴染ってやつで。誰
誰から聞いたんだよ。シグマからだ。地上の実験施設ビーコムでな。俺たちは全員あの施設で5日間も一緒に暮らしてきた。情報なんてすぐに伝わる。で、どっちから参加しようって言い出したんだ。え？ビーコムの実験だよ。一緒に申し込んだんだろ。いえ、違います。私と純平君は別々に。おい、それじゃあ何か。二人は偶然Dコムで顔を合わせたっていうのか。偶然じゃない、必然だ。カルロス、お前はなんで実験に。言わなかったか。どうしてもまとまった金が必要なんだ。実験に参加したら報酬として50万ドルがもらえる。はあ、意外だな。正義のヒーローは金になんて興味がないと思ってたが。正義のヒーロー？お前消防士なんだろ。しかもかなり優秀な。これまでに幾多の危険を乗り越え、たくさんの人の命を救ってきた立派なヒーローじゃねえか。俺はただ勘が鋭いだけだよ。どんな現場だろうと直感でわかるんだ。死神が待ち構えてる道とそうじゃない道が。何の音だ。あちら。ガブ、一体どこから。どうやらこの通気口から出てきたらしい。もしかして地上に繋がってるのか。あ、いえ、それはないと思います。繋がってたら核シェルターの意味をなさないですし。ってことは別の区画から。暗くて何も見えないが、確かこの向こうは旧区画だったよな。アカネ、お前なら入れるんじゃないか。無理ですよ、ケーキばっかり食ってるからだ。あ、そうだ、純平君の腕を切断しましょう。そうすれば入れるんじゃないんですか。ちっ、おい、ミラ、エリック。返事はなしか。ガブ、お前もディーコムからさらわれてきたのか。なんでガブまで。離れ離れにするのはかわいそうだったからとか。バカ、ゼロがそんなお人よしだと思うか。なあ、一つ思いついたことがあるんだが、これって薬を入れておくためのケースだったよな。ええ、空っぽですね。ゼロのやつ、薬を抜き取ったのか。いずれにせよこいつは使えると思う。ちょっと待っててくれ。コースターとペン。バーカウンターにあったんだ。なんか書いてありますね。今俺が書いたんだよ。こちらカルロス、我々 C チームは D チームに投票するので、 D チームは Q チームに、 Q チームは C チームに投票せよ。なるほど、それを首輪のケースに入れてガブを通気口に放てば。運が良ければ Q チームのところへ。そう、うまくいくかね。反対か。ま、リスクがあるわけでもねえし、やるだけやってみたらどうだ。何を投げたんですか。チーズだよ。コースターと同じだ。バーカウンターで見つけた。ならケチャップとピクルスも放り込もうぜ。もしかしたらホットドッグになって戻ってくるかも。冗談だよ。
かしいな。確かこの辺にもう一部屋あるはずなんだけど。ねえ、僕にも見せてよ。ねえ。うっせえな。彼にだって見る権利はあるわ。見ろ。ありがとう。さてと、こんなところにいてもなんだし、ラウンジに戻りましょうか。これ、何なんだろうな。レッツインヒビットザバイラス。ウイルスを禁止しましょう、抑制しましょうって意味ね。ウイルスって何のウイルスだよ。ねえ、投票のことだけどどうする？どうするって言われても。だってしなかったら殺されちゃうんでしょ。そうね。仮に C チームが D チームに、 D チームが C チームに投票したとしても、私たちが棄権したら強制的に2票入ることになるから。俺たち Q チームが処刑か。とはいえ、このゲームが本気だったらの話だけど。いたずらだっていうのか。そう考えた方が現実的だと思わない？突然そこの扉から D コムのスタッフが駆け込んできてサプライズとかね。そっか、そうだよな。だとしたらこいつの存在も説明がつくし。どうせお前もサプライズの仕込みなんだろ。違うよ。だったらそのヘルメットを取ってみろよ。取れないんだ。あ？だから取れないんだって。てめえ適当なこと言ってんじゃねえぞ。あ、やめてやめて。首がもげる。くそ、マジじゃねえか。待って、ヘルメットの側面に何かついてるわ。なんだよこれ。暗証番号の入力装置じゃない？正しい番号を入れたらヘルメットが取れるのか。もしくは頭が吹っ飛ぶ。やめてよ。なあ、本当にお前何者なんだよ。わからない、覚えてないんだ。気がついたらここに。記憶喪失ってやつなのかな。聞いてもいいかな。なんだ。ゼロって一体何者なんだろう。おい、とぼけんなよ。お前は何もかも知ってるんだろ。だから知らないって。あくまでもサプライズじゃないって言い張るつもりか。わからないよ。だって何も覚えてないし。本当にサプライズじゃないとしたら事態は深刻ね。マジで本気でリアルな意味でどこか一チームが処刑される。何のためにそんなことを。ゼロは言ってたわ、ゲームだって。頭のイカれた野郎ってことか。奴はどこかでうろたえる俺たちの様子を見ながらほくそ笑んでると。もしかして最近話題の連続殺人鬼だったり。それってハートリッパーのことか。ええ、ここ数年の間に18人もの人間を殺したっていう。2026年3月15日、ローズビル近くの州立公園で若い女性の死体が発見された。被害者の名前はバージニア・ベイリー、28歳。胸部に切り裂かれた跡があり、心臓がごっそり丸ごと抜き取られていた。同じく2026年の5月22日、サクラメントの住宅街にあるゴミバケツの中から、今度は男性の死体が見つかった。
名前はジェフリー・フォレット37歳。バージニアの時と同様に、やはり胸からは心臓がえぐり取られていた。それから2ヶ月後の7月29日。ちょっと待った。お前、記憶喪失って言わなかったか？なんでそんなこと知ってるの？わからない。わからないけど、わかったんだ。お前な。ここってどこなのかな。お前ゼロの話聞いてなかったのか。核シェルターだよ。深さ50メートルの地下にある。それは知ってるけど、具体的な場所は。D コムからはそう遠く離れてはいないと思うけど。 D コムって？デュエリングフォーエクスペリメントオブコーハビテーションオブマーズの略。火星における共同生活実験のための居住施設？そういうこと。私たちは5日間もその施設で生活を共にしてきたの。 C チームと D チームのメンバーも一緒にな。あとはそう、犬が1匹いたわ。ヨボヨボの老犬、ガブって名前の。だけどお前だけは違う。お前は D コムにはいなかった。だから怪しんでるんだよ。実験の目的は？主に心理学的なデータの収集。閉ざされた環境の中で長期間にわたって共同生活を送った時に、被験者たちにどのような精神的変化が現れるのか、そういったことを調べるのが目的。二人はなんでその実験に？意外と難しい質問ね。なんとなく面白そうだったからかな。エリックは？俺はミラが参加したいって言うから。仕方なく？そういうわけじゃないけど。ミラ、エリック、二人ってどんな関係なの？どんな関係って、それはその恋人同士とか？バカ、ちげえよ。違うんだ。違わないけど。え？ねえ、さっきから気になってたことがあるんだけど、これって何なのかしら。ゼロからのプレゼントじゃないか。中に紅茶の詰め合わせでも入ってるっていうの？プレゼントが必ずしもいいものとは限らないぜ。おい、ヨセ、やめろ。爆弾とかだったらどうすんだよ。爆弾？それはないと思うけど。裏になんかある。っていうかこれ逆さまなんだ。本当はこっちの方が表で。フォースクイットボックス。強制終了箱か。キーボードもついてるよ。何か特定の文字列を入力するのかも。当たったらどうなる？何かが強制的に終わるんじゃない？何かってなんだよ。例えば人生とか。なんだよ今の音。あっちの方から聞こえてきたわ。行ってみよう。ガブ、お前この通気口から出てきたのね。真っ暗で何も見えないわ。お前入ってみろよ。無理だよ。いいからやってみろって。ほらね、頭の球体さえなけりゃな。ねえ、ちょっと見てよこれ。首輪のケースに何か入ってるな。コースターかな。あ、何か書いてある。こちらカルロス。我々 C チームは D チームに投票するので、D チームは Q チームに、 Q チームは C チームに投票せよ。どういうことだ？わからないの？票をばらけさせようって言ってるのよ。票をばらけさせる？
そっか、全チームの得票数が1票ずつになれば引き分けでどのチームも処刑されずに済むってわけ。なるほど、明暗じゃないか。よし、そうと決まれば早速。ちょっと待ってよ。何を待つ必要がある？だってこのメッセージ D チームにはまだ伝わってないかもしれないじゃん。確かにそうね。この通気口、位置的には C 区画とつながってるみたいだし、ガブはまだ D 区画には行ってないと思う。それじゃあどうにかして D チームに伝えないとな。待ってて、ペンとチーズ取ってくれ。確かバーカウンターにあったよね。ペンとチーズ？これでよしと。で、どうするつもりだ？そういうことか。 C 区画と Q 区画の通気口がつながってるなら、 Q 区画と D 区画の通気口もつながってるはず。うん、あとはこのチーズを。頼んだぞガブ。うまくいくかしら。大丈夫だよ、きっと。When a curious hate oozes calamity。好奇心をそそる憎しみが災いをにじませる時か。どういう意味でしょう？さあな、これ自体に意味はないんじゃないか。というと？アナグラムだよ。文字を並べ替えてできた文章が答えだ。どうしてアナグラムだと？前に似たような落書きを見たことがあってな、別の施設で。ところでシグマは？何を見てるんですか？箱だ。何の箱だよ。わからないから調べているのではないか。何か書いてあるみたいですけど。フォースクイットボックス。強制終了箱ね。キーボードもついてますね。何かを無理やり終わらせたかったら、このキーボードを使ってパスワードを入力しろ、そういうことなんじゃないか。何かとは？まあ普通に考えればゼロが仕掛けてきたこのゲームのことだろうな。じゃあ試してみましょう。そううまくいくわけないですよね。手がかりが必要だな。箱の底に何か書いてあるんじゃないか。ダメだ、びくともしない。重いんですか？重いなどという表現ではこと足りぬ。とても地球上の物質でできているとは思えぬほどだ。シグマは老いぼれだからな。何を言っている。私の体は若いままだ。じゃあ私がやってみよう。マジだな。ほらな、だから言ったではないか。これ D 区画のマップですよね。そのようだな。確かこの区画の範囲内であればどの部屋にも行けるんでしたよね。ああ、ゼロはそう言ってたな。
これで一通り全ての部屋を回ったことになるが、出口どこにもありませんでしたね。そりゃそうだ。何しろここは核シェルターなんだからな。出口が3つも4つもあったらシェルターの意味をなさない。やはりゼロの言った通りか。外へ出るには X ドアを開く以外に方法はない。ミラさん、エリックさん、聞こえませんか？カルロス、アカネ、テミオジ。無駄だ。扉の向こうでみだらなパーティーをやってても聞こえないだろう。確か扉を開くにはここにパスワードを6つ入力する必要があるんですよね。ああ、 X パスとかいうやつをな。誰か一人が死ぬごとにそれが一つずつ発表されていく。本当でしょうか？シグマ、試しに死んでみてくれ。悪いが遠慮しておこう。じゃあダイアナは？ちょっとやめてくださいよ。だよな。あの、聞いてもいいですか？なんだ？ゼロは一体何者なんでしょう？もしかしてゼロが誰なのか知ってるんですか？まさか。見当もつかんよ。だが奴はゼロと名乗った。少なくとも1年前の事件を知っているのは間違いないだろう。1年前の事件？それからもう一つ確かなことがある。考えてみてくれ。さっきのゼロの話、どうして録画だったのか。奴にはリアルタイムで姿を現すことができない事情があったんだよ。可能性は2つ。すでにこの世に存在しないか、もしくは私たちの中にゼロがいるか。誰か助けに来てくれると思いますか？誰か？例えば D コムでの実験のスタッフとか。残念ながらその可能性は低いな。知ってるだろう、スタッフが常駐している管理棟と D コムは今通信ができない状態にある。 D コムでのシミュレーションは実際の火星探査を想定して忠実に行われているからだ。地球から火星までは最短でも半年。その半年の間に地球は太陽の周りをちょうど半周することになる。つまり宇宙船が火星に到着した時には地球は太陽の裏側に。したがって太陽が邪魔になり地球とは交信できない。という設定でこれまでの5日間 D コムでの実験は行われてきた。通信が回復するのは今日12月31日の23時30分。あと10時間以上あることになる。だからそれまでは救助隊が来るのを期待しても無駄だ。その時が訪れるまで D コムのスタッフたちは異変に気づかないだろうか。なんだか兄弟みたいですね。息がぴったりと合ってて。こんなこと言うのは失礼かもしれないですけど、シグマさんの話し方ってそのなんというか不自然ですよね。許してやってくれ。こいつの精神年齢と肉体年齢はかけ離れてるんだ。そういえば D コムで言ってましたね。シグマさんの意識は2074年の未来からやってきたって。その通り。故に私は未来に何が起こるのかを知っている。これまでの5日間散々警告してきたはずだ。このままでは人類は滅亡する。それを阻止するために私はアカネやファイトともに D コムに潜入したのだ。ファイさん、本当なんですか？本当だと言ったら信じてくれるのか？だったらどうしてこんなところに閉じ込められたりしたんですか？い
未来のことを知ってるならいくらでも対処のしようが。 DCOM でどのような事態が発生するのかは分からなかった。もちろんこのシェルターでこれから何が起こるのか。でもどうしてこんなことになっちゃったんでしょう。レベッカの言うことなんて聞かなければよかった。レベッカ？私が勤めてる病院の看護師長のことです。そういえばダイアナは看護師だったな。私が DCOM の実験に参加したのはレベッカに勧められたからなんです。被験者の一人として看護師を募集してるってレベッカが。まあ本当のこと言うと実はもう一つ別の理由もあるんですけど。ガブ。なんでガブが。この通気口から出てきたみたいですね。何か見えるか。いえ、暗くて何も。ファイ、出番だぞ。中に入れって言うのか。無理に決まってるだろう。そうか。何度も言わせないでくれ。私の胸は D カップなんだ。詐称はやめろ。本当だ。しかも前に聞いた時より一回り大きくなっているではないか。あれから45年も経ったんだ。成長だってする。ただ眠っていただけだろう。あの、ちょっといいですか。これ何でしょう。コースターか。何か書いてあります。こちらカルロス。我々 C チームは D チームに投票するので、 D チームは Q チームに、 Q チームは C チームに投票せよ。それから別の筆跡で Q チーム了解か。なるほど。票を分散させることで引き分けに持ち込もうという提案か。 Q チームも同意済みのようだ。ああ、らしいな。つまりガブは C 区画から Q 区画を経てここにたどり着いたと。やりましたね。これでどのチームも処刑されずに済みます。さあ、それはどうかな。投票の締め切りまであと5分だ。ガブのやつ、ちゃんと D 区画まで行ったかな。仮に行ったとしてもダイアナが手紙の通りに投票してくれるとは限らないわよ。裏切るっていうのか。ありえないとは言い切れないでしょ。それからもう一つ考えたくない可能性が。なんだよ。あの手紙が C チームの罠だったって可能性よ。罠？あんなことを書いておきながら、実はカルロスは私たち Q チームに票を投じるつもりなのかも。ちょっと待ってくれ。それってヤバいじゃないか。ヤバいわね。もしもそうだったとしたら、逆にダイアナには指示に背いてもらわないと。まさかそんな。投票の締め切りまであと3分です。投票は確かリーダーが。どうしよう。相談なんてしてる場合じゃないわ。だったら力ずくで。ちょっと待ってよ。投票だカルロス。さっきも言ったが棄権したら。分かってる。なあカルロス、一ついい考えがあるんだが。なんだ。お前さっきガブレターにこう書いてんな。ガブレターって。ガブに託した手紙のことだ。
我々 C チームは D チームに投票するので、 D チームは Q チームに、 Q チームは C チームに投票せよ。ああ、だったら何だ。カルピス、 Q チームに投票するな。何言ってるんですか純平君。そんなことしたら Q チームが2票になって。当然 Q チームはアウトだ。もっともガブレターが D チームの元に届いてて、なおかつこちらの指示通りにダイアナが投票してくれたらの話だな。いいかカルロス、よく考えてくれ。誰か6人が死なない限り俺たちはこのシェルターから脱出できない。それがゼロの仕掛けてきたゲーム、ディシジョンゲームのルールなんだ。票を分散させたところで意味はない。そんなことをしたら誰かが死ぬのを先延ばしにするだけだ。純平君。投票の締め切りまであと3分です。さあカルロス、 Q チームに投票しろ。ダメですカルロスさん。投票の締め切りまであと3分です。まずいな、時間がない。とりあえず投票装置の前に移動だ。ファイさん、さっき言ってたことどういう意味ですか。嘘かもしれないってことだよ。 Q チームが裏切って我々 D チームに投票する。いや、それはないな。もしもそのつもりならガブを送って起こす必要がない。黙って勝手に D チームに票を投じればいいだけのことだ。ってことは裏切る可能性があるのは C チームの方だよ。 D チームに投票すると言っておきながら実は Q チームに。何のためにそんなことを。我々に Q チームを選ばせるためだ。票をばらけさせるためだという大義名分があれば安心して Q チームに票を投じることができるだろう。もっとも、あくまでも可能性の話だが。投票の締め切りまであと1分です。どうすればいいんでしょう。ガブがここにやってきたことから Q チームが C チームを選ぶことはほぼ確実。すると我々は Q チームを選ばざるを得ない。なぜならさもないと我々の一票が C チームを殺すことになってしまうか。投票を受け付けました。まあ妥当な選択だな。大丈夫でしょうか。ガブの手紙が嘘でなければ今はただ信じるしかないだろう。そうですよね。さて、これにて90分の活動時間を終えたことになる。次のゲームに備えてぐっすりと眠るといい。もっとも票を2票集めたチームが次のゲームに参加することはないな。最後に一つ、君たちは私の指示通りに投票を行ってくれた。そのことに対して褒美をやろう。今回は例外的に記憶消去薬を打たないでおく。したがって次に目覚めた時、生き残った者たちは自らの決断を悔いることになるだろう。の一票がいずれか1チームの全員を殺したことになるのだから。